はい。皆さんこんにちは。ネットビジネス界の目の上の単行部、ネット物販講師の黒沢です。今回は、ネット物販関係の情報商材や、俗に言う情弱ビジネス発信者が、なぜガチの物販業界の人たちから思いっきり嫌われているのかという話をさせていただきます。ガチの物販業者の人間を大木、情弱ビジネス発信者の輩をツタと考えるとわかりやすいので、ホワイトボードを使って詳しく説明させていただきます。本動画を通して皆さんに半数咀嚼していただきたいポイントが2点あります。1点目は、自分自身が真っ当な三方よしの地に足をつけた堅実なネット物販セラーとして活躍していくために、どのような点に着目すればよいか、真っ当な物販セラーの考え方を腹に落とすことにより、2点目、真っ当じゃない、うさんくさい情弱ビジネス発信者を見分けられるようにもなりますので、転ばぬ先の杖としてもお役立ていただければ幸甚です。さて、早速話をさせていただきます。堅実なネット物販というのはまさに大木です。まず、堅固な土台の部分があり、太い幹があり、しっかりと根を張っているからこそ、視野を広げることができるわけですよね。この土台、幹、根っこ、そして視野の一つ一つが何に当てはまるかを今から説明していきます。まず私もそうですが、物販をなぜ行っているのですかというと、物販が好きだから、物販に興味があるからですね。もう少し具体的に話をさせていただきます。まず、物販を行う人間にとって何よりも大切な土台というのは、物販を行いたい、もしくは最終的にはものづくりを行いたいという気持ちです。次に幹に当たるものは、例えばどこで買い付けますかということです。やりたい商売が明確化して、どこで商材を買い付けて、どこで販売するかの部分が整いました。実際はこの後商品を販売して展開していくという形になるのですが、これだけだと根っこの部分がまだ足りません。じゃあ根っこの部分は何なのかというと、簡単に言えば物流の流れの中で、自分たち並びに自分たちより以前にその商材に関わっている人たちとの積極的なアナログ交流だと言っても過言ではありません。私の場合、中国で買い付けを行いますし、それ以外にタイで買い付けを行うこともありますので、広州やバンコクの卸市場に行って現地の人たちと交流したり、商談を行うということが、堅固な幹を支える根の部分として非常に重要な活動です。例えば、広州の花徳という工場地帯の工場オーナーと会ったり、卸市場の人たちと商談を行ったり、バンコクの革製品の工場に行って職人の人とデザインを話し合ったり、とにかく工場のオーナーや卸業者の人たち、職人の方たちとの綿密な交流を積み重ねていくことで、ようやくこの根っこの部分が十二分に育成できるということです。ここまでの話まとめます。商売を木に例えると、土台、幹、根っこに当たる部分をどれだけ堅固に強靭に育成していくかというのが要になってきます。要するに、私が行っているネット物販というビジネスの本体になっている部分が幹、土台、根っこです。特に根っこ部分というのは一見見えない地中に埋まっている部分ですよね。このように見えないところでどれだけ堅実な人脈を広げたり試行錯誤したり努力をしていくかというのが最終的に販売する商材がどれだけ売れるのか、また多くの人から認められる、喜ばれるようなビジネスにつながるかの重要な軸になっているということです。そして私は正直に言えば戦略の一つとしてコンサルティングも行わせていただいているのですが、このコンサルの内容というのは実体本体の内容ということになります。じゃあなんでコンサルティングをやっているのかというと、当然コンサルティングは私のビジネスの利益につながるということもありますが、それと同じかそれ以上に私にとって重要なことは、木というのは一つだけで草原に立っていてもそれはそれでいいけれども、できれば林のようにいくつもの木が立っていた方が強風に合わせ煽られたり、何かしらの災害に見舞われた時に、助け合って生き残りやすいという発想があるからです。人に例えると端的に申し上げれば、一人よりもみんなでそのビジネスを行った方が楽しいよね、ということにもつながります。例えば、講師卸場、私一人で行くこともあれば、生徒さんと一緒に行かせていただくこともあります。もちろん一人で行っても楽しいのですが、生徒さんと一緒に行くと何十倍も楽しさが増すんですね。楽しさだけではなくって、私が一人で回れる範囲はたかが知れています。一方、生徒さんとみんなで講師卸場行った時は、一日の中で各自が通訳をはべらせて、いろいろなエリアを回ってきますので、夕食時に情報共有をすると、一人では到底得ることができない様々なエリアの様々な知識を情報共有することができます。だから、このビジネスを私はコンサルティングで何名かの生徒さんに広められればいいなと思っているということです。さて、自分自身のビジネスを持っていてコンサルティングやりたいなと思っても、結局必要になってくるのはマーケティング、発信力だと思うんですね。具体的には Twitter や YouTube で情報発信をしたり、ブログや公式 LINE を使って適切なマーケティングを行っていく必要があります。誰でも簡単に稼げるだとか、初月から月賞100万円だとか、根も葉もないようなことを言ってお客様を集めることは絶対にしたくないので、三方よしのマーケターさんに教えを請う必要があると考えていますので、マーケターのトシさんという方にインターネット上での発信を一切合切ご中堅いただいていますし、アメブロだけではなくワードプレスも使って情報発信してみてくださいというふうに先日ご中堅いただいたので、ブログのワードプレスの構築などについては、ウェブ制作関係の知り合いである吉井さんという方に単発でお手伝いいただいております。さて、ここで一点疑問に思う方がいるかもしれません。自分の商売について情報発信をしたいのであれば、なぜコンサルを行わずに情報商材の販売を行わないのかという点です。もちろん私も情報商材は販売するのも一つのやり方としてあるかなと考えていた時期もあります。情報商材というのは動画集や PDF などの俗に言うコンテンツをインターネット上で販売して儲けるやり方ですが、結論から申し上げますと、この自分の実体本体を適切に他の方に教えるためには、情報商材のように売りっぱなし投げっぱなしで、あとは勝手に学んでねというスタイルではあまりにもお粗末になってしまうからです。商品リサーチの仕方だとか、出品登録の仕方だとか、大枠については動画や PDF でお伝えすることはできます。しかしながら、一つ目の問題点、Amazon は日常茶飯事で流動的にルールや出品の手続きのやり方、セラーセントラルというセラー専用の画面のデザインなどが変わります。よって一度動画や文章でノウハウを書いたとしても、すぐに使えなくなってしまうということです。2点目のポイント、商品リサーチをするところまでは動画でざっくりとお伝えすることなどはできるものの、実際各自が選ぶ商品は異なりますし、個別商品ごとに問題点やメリット、デメリットも異なります。結局リサーチした商品を精査して買い付けに至るためには、個別指導、個別商品ごとのチェックが不可欠になります。情報商材の場合、個別のサポートはコンサルティングのように含まれていませんので、情報商材として自分の行っている商売をしっかりとお伝えするのは無理があるという判断に至りました。ただ先ほど申し上げた通り、大枠の内容をお伝えすることはできますので、通常情報商材として売られているような内容に関しては、むしろ無料の講座として皆さんどなたでも学んでいただけるような環境づくりを行っています。では、情弱ビジネス発信者はどのような違いがあるのでしょうか。まず、情弱ビジネス発信者。彼ら彼女らの根っこにあるのは、自分が稼げればいい、もしくはどんな稼ぎ方でも儲かればいいという拝金主義の考え方です。よって堅実な物販セラーが命がけで培ってきた土台や幹、根っこの部分は、彼ら情弱ビジネス発信者にとっては、あくまでもお客様を釣るための手法、すなわち出汁や餌の一つにしか過ぎないということです。別の言い方すれば、ネット物販を愛しているからネット物販を行っているわけではなく、ネット物販を出しにしてお金が稼げればいいわけですから、何か不都合が生じたらすぐウェブ制作だとか、イナゴの群れのように、浮き草のようにどんどんと手法を変えていく傾向にあります。対して中身がない状態で Twitter や公式 LINE でやたら集客をしようとするわけですから、実体のない商売を行っている。すなわち、虚像ビジネスを行っている。難しい四字熟語だと、妖刀苦肉の手法と言えます。要するに、彼らは本来は堅実に行うこともできるはずの物販やネット物販を出しとして使い捨てにする魂胆ですから、あたかも樹木に絡みつくツタのように寄生し、その分野を荒らすだけ荒らしたら、立つ鳥後を濁して別の分野にすぐくら替えするので、物販業界の人間から思いっきり嫌われているということです。ちなみに彼らは虚像ビジネスですから、実態本体が十二分にありません。よって、本来はコンサルティングを行う実力がありません。だからこそ情報商材として、それこそ私が無料講座でお伝えしていることよりもはるかに希薄な内容をお金取って教えようとしたり、この希薄な情報商材ないしコンサルティングの動線として、さらに希薄な内容、スカスカの無料プレゼント企画などを行って、無知な信者をかき集めようとする傾向にあります。というわけで今回は自分自身が行っているネット物販とは何ぞやという話を木に例えてさせていただくと同時に、ネット物販関係の情報商材や俗に言う情弱ビジネス発信者がなぜガチの物販業界の人たちからえらく嫌われているのかという話をさせていただきました。今回の動画参考になった方、よろしければ高評価、チャンネル登録お願いいたします。最後までご清聴くださりありがとうございます。